豊先生の英語ガイド講座です。今日は花屋敷を見ていきましょう。ここではここでのポイントはちょっと難しい単語をしっかり覚えるっていうのがとても大事です。まず最初に覚えてほしいのはボタニカルガーデン、ワンモアタイム、ボタニカルガーデン、植物園という意味です。花屋敷を案内するのに絶対外せない単語ですね。なのでまずは花屋敷はボタニカルガーデンとしてオープンしましたっていうふうに言ってみましょう。They once opened as a botanical garden. まず1個目ね、ボタニカルガーデンということですね。で次に動物が集まって動物園になりました。まあ実際には動物園とは違う形態だったと思うんですけども、まあそこはスリムなガイドっていうのをテーマにズーとしてしまいました。動物園ですね。They once opened as a botanical garden. Then a lot of animals, a lot of animals gathered. たくさん動物が集まったので、動物園になりました。A lot of animals gathered, so they ran as a zoo. Run、走るの run を経営するっていう意味で使っているので、run の過去形 ran っていうのを使ってます。もう一回言ってみましょう。 They once opened as a botanical garden. Then a lot of animals gathered. So they ran this place as a zoo. After that, それから、amusement park. After that, they became an amusement park. という形になります。ちょっと長い、難しいね、ここはね。下に書く。タイプする、字幕と一緒にたくさん勉強していきましょう。でその後に観覧車 Wells Well なんかも覚えていくと世界一小さい観覧車なんていうのも案内できると思います。花屋敷ちょっと難易度高いけど頑張っていきましょう。 See you next time. Thanks for watching EKIDS TV.